だから長石し子議員が、えー、17日の家族葬に出たっていうのも、なんか、長石だけが奥様とのやり取りとか、いろんな具体性があったり、さっきの原田会長がこんな、いなんていうの、えー、先生の家に向かってさ、感謝と誓いの言葉を述べたみたいなことをね、唯一言ってるけど、これ原田が本来、この時のことを語らなきゃいけないじゃないですか。 ね、それは18日の談話でも語んなきゃいけないし、この11月23日のソコラックでも語んなきゃいけないし、1月30日のこのお別れの会でも、こんな打ち震えるほどの感動を与えたような言葉であったらよ。あなたは、それと同じことを語りゃいいだけなんだ。